おはようございます先週はそのチャンピオンのベルトの話ばっかりしてましたけれども、はい、ここにずっと置いてありましたこのグローブ、はい、これは試合の時のその同じようなサイズのグローブですかそうですね、はい、私さっきトライしてみましたけれども、はい、私みたいな手でも簡単に入りますねこんなもんですかはい、はい、あのー、皆さんが思ってるよりちっちゃいです 手のサイズ関係なくして。そうですね。もう全員同じだと思います。そうなんですか。ですね。私みたいのも本当に簡単に入りますよね。で、こうやって。ここを使って。殴る。殴るという言葉を使っていいです。か全然いいとます。そうですね。真っ先、やっぱりまずどこほっぺたですか。口ですか。えっと。 そうでですね、えー、<お>顔の中でも相手はこんなにしてるよねプロテクしてるからね、はいはい、もう一点ばかり狙うんではなくてですねやっぱりガード叩いたりガード叩いて相手にこっちを叩けばこっち意識するんで、うん、ついこっち叩いたりでガードがいたところに突、ねはい、いたり肩とか胸とか、はいい、e、のところとか。 おもはも、い、そこまでしかそうですねベルトのトランクス試合のトランクスも、うんはいはい、あります、ね、より上ですね、はい、ベルトとかベルトを下は叩くと反則になるので、はい、いやー、しかしこれ、こんな簡,、まあ、簡単なものじゃ失礼ですけれども、これだけですね軽くて、はいはい、なんかあのテレビであの試合見てるとたらすっごく大きく見えるけど、どうしてかしら。 勘違いなんかしいえあのやっぱり横幅があるからなんですかね横幅があったりはいあのこのここの幅も結構長いのでリオさんはめてみて見せてください,い<や>実際の選手がはめると私はめて全然、はい、か貫禄が違いますよ、はい、やっぱり違いますね、はい、なんとなくうわ、はい、結構あの拳の感触もありますし こうこう触ったら拳の感触あっほ、はい、本当だ、はい、これだけでプロテクトできます、はい、まあ相手は顔だからね別に硬い石でも枠でもないからはい、はい、あのそうですねあのこれが結構分厚く見られがちなんですけど、うん、あの相手をき、ね、やっぱり傷つけるじゃないですけどダメージもすごくありますしで自分の,あのこの ぐらいの大きさが一番うあの相手にダメージも与えれて自分の拳もテテはいあの自分の裸の拳だったらやっぱりすぐ痛めると思うんです。はいでもあのこの分厚さが一番ちょうどいいと <laughs> 言ったらどういう言い方するか、えー、したらいいのかわからないんですけどもあのずっとこう 試合できるぐらいの分厚さかなと、はい、思います、はい、いやこれをもってそうですねまあ力それは確かにこれも今ここで例えばポンと流れても大したことないかもしれないけどでも試合になるとこれの何十倍何百倍の力ですよね、はい、パワーですよね、はい、で自分も痛くなりますか。 はい、これだけあるように見えますけど今拳の感触があったようにあんまり分厚くないのでやっぱり硬いところをたたいてしまうとやっぱり顔以外の,このおでこのことがたたいてしまうとはいあのこっちをいただけるんであこれですねこれ、はい、うわあ、本当だこんなになっちゃうの、はい。そっちも,も、はい、おおすごい ここを中心に。あの、一点一点で,叩くので。空手の周りみたいですね。あ,あ、そうですね、空手家もすごく。うん、空手の人もここもごつごつ。はい。そうですか。それ,それで、今体の中、う見られませんけれども、やっぱりなんか、あ、だらけとかありますか、はい。あ、なります。試合終われば。あ,あ、そう。消える。はい、消えます。そう、終わって、はい、しばらくすると、やっぱり。 消えますけれども、うん、試合が終わってすぐはもうところどころもう内出血なわけですね。だだ目標ですもんね。青くなったり赤くなったり。<laughs> 身体検査しなくて大丈夫ですか？うん、大丈夫だと思います。はい。顔にあのやっぱり傷があったりよく打たれるとやっぱり精密検査はしないといけないときがあるみたいなんですけども、自分はまだそこまで試合でなったことないので、はい。例えば目が 変な話だけ、ど、失明したりとか、はい、鼻が歪んだり、歯が取れたりとか、はい、ある、あり得るんですか。はい、あります。うん、あの、名誉気がしてる先輩もいますし、<ー>仲間もいますし。自分の場合も、鼻はもう折れて折れて。あの。少し鼻の形も変わって、もう自分は鼻細かったんです。整形して、はい。あの、もう折れて折れて。もともと、えっと、まあ父方のおじいちゃんが外人。 っていう話させてもらったと思うんですけど、うん、鼻がすごく細くてですね、ちょっと高かったんです。いうん、はい。低くなっちゃったのんですけど、そうですね。ちょっとここは低くなったのと、ちょっと曲がってるのともうこう太くなってしまって折れて折れてしたと思うんですけど。これで低くなった方ですか。ですね。ここはちょっと、はい、羨ましいですね。<laughs> はい。ここはもう太くなってしまって、うん、あのー。 兄と妹がいてるんですけど兄と妹と会うともう花ばっかりめいてしまいますもう戻したいなそんな花やったなぁとか思うなぁ戻したいなぁとか思うなぁそうなのでも大丈夫ですすごいかっこいいですでも花だけで良かったですね目とかはい。青とかガムとか歯茎とか心配ですよねそうですとか耳なんかもやっぱり 危ないことありませんか、はいあ。耳も、はい、鼓膜は何回かて。ああ、oh、まあ、行くんです。はい。で、しばらく、はヒーって言って、それまた。はい。聞こえますか。はい、<の>聞こえます。はい。<う>はい、何回かもう、本当に。ずっと水中におるような。ああ。というような感覚が。はい。で、間違って。水、こう、練習でよく。泳ぐんですけど。間違って言ったら、もうど、とことども入っていくので。水がつ、鼓膜が。破れてるのを忘れてしまってですね。 パッと泳いでしまうと、わーっと水入ってしまって、あーって忘れて、あーっていうのが平行感覚は失ってしまう。うん、そうです、ね。叩かれた瞬間はあのちょっとパンとなりますけども、はい。それはあのあとは大丈夫ですね。はい、全く。はい、いや、決して楽なスポーツではない。まあスポーツでもね厳しいですね。お話を伺ってると。 そうですね。まあでも、うん、どのスポーツも自分は厳しいと、はい思い思います。はいきのあのテニスとかいう話になりましたけど、テニスもやっぱり本当に厳しいスポーツだと一番つれたできないですし。はい、でもテニスとかゴルフはまず 痛いっていうのはないから、ああでね、攻撃はないですね。やっぱりそのレスリングやっぱり痛いでしょうね。<laughs> はい、レスリーと思います。自由度も痛いかな。ね、そしてボクシングでしょう。はい、しかしこの痛いっていうこの受ける痛さを受けられるそのスポーツマンっていうのは私。やっぱり強いですよね。ああそう ああ強くなければ耐えられないと思う。はい、私なんか絶対無理です。<あー> <laughs> ちょっとでも空いた。<laughs> 耐えそうなんですよね。えそなん逆にも空いて。<laughs> <laughs> 怒っとるね <laughs>、えー。じゃあまたコマーシャルの後お願いしますね。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。リオさんね、あのどんなスポーツでもそのチャンピオン最高のチャンピオンまでいきたいし、それと同時にあの。 アマチュア選手とプロ選手というのがありますよね。はい、ボクシングの世界にもありますの？はいあります。はい。で、リオさんはどちらの方に？はい、自分はえっ、ー、と今はプロなんですけども、<お>初めはアマチュアから始めました。みんなアマチュアからスタートして。うん、そうですね。えっ、ー、とまあアマチュア経験しないままプロな道を向いてるんですけども、<ー>はい。自分の場合はアマチュアで始め、はい。えっ、ー、とボクシング初めて 本当数か月でアマチュアの試合に、はい、出るぞと言われて<ー>、はい、出てなん、はい、とか勝つことができたんですけどすそれでその,あのなんていうかなあのゴルフの場合ね例えばこの勝、はい、ったらもう今回も300万ドルとか500万ドルそんなのありますよね、はい、ボクシングの世界ってありますかボクシは ないと思います。賞金はい賞金っていうのがあのないので。あそうなの。もしかするとどうかのまああるかもしれないですけどどうやって生活すればいいんですか。もうファイトマネー。ファイトマネー。ファイトマネーがはいあります。そのファイトマネーってあちこちで誰かとこう試合やってで勝ったらいくらかもらえるわけです。えと勝たなくてもですね。もう試合をするればはいファイトマネーとして。 はい、プロの場合はですねアマチュアはないんですけども、はい、プロはあのファイトマネーであのがありますじゃあ,ありまリオさんの場合はもう本当にアメリカ <laughs> あっちこっちとにかく誘いあれば「はい行ってきます」ってこんな感じ、はいはい、誘いがなければ何もお金入ってこないってことそうですねあらこれはもう厳しいですねはい、うん、あの自分で仕事をしながら、はい、もう本当世界チャンピオン世界チャンピオンの中でも あの誘いがなければ限られ,、はい、限られた人しか本当にあのまとまったお金って大きなお金って入ってこないのでそうなんですか、はい、それまではみんなあのチャンピオンになるまで仕事をして,形立て自分のせ仕事をして整形を立てながらボクシング、はい、してでその試合のファイトマネーっていうのもです、ね、そこまであの大きな額ではないので、はい、厳しいですね。ということは。 あのまあ、できればそのワールドチャンピオンになるまでその間、はい、今おっしゃったそのファイトマネーですね、はい、まあファイトマネー入るのもいいんですけれどもやっぱりリオさんのこのスピリットこの技術このファイトスピリットっていうのかなこれを勝ったっていういわゆるスポンサーですよねあ、はい、あのパトロンっていうんですか。はい がいれば、はい、さらにもう働かなくてももう全身全霊このボクシングのあれの技術こう練習することもできるわけですね。すね一刻も早くワールドチャンピオンいけるように。はい、それが一直線に<う>はいあの行く道だとは思います。日本におられた時のそういうスポンサーなんかおられました？はいはい、いえ。 一時期所属事務のも、うん、の所属事務はあったんですけども、はい、自分はその日本をもう引退しましたので、はい、じゃあこちらはどっかの所属事務に入っておられるとかえとこちらはですねまたっねえと違うった形でしてあ事務所属ではないんですね日本は事務制度なんですけどもこっちはマネージャー制度なんです。 じゃあ私がマネージャーになってもいいですか早い話スポンサー引っ張ってきて「美容さん上手ですよ」って「よっしゃ!」って「本当にそうですか?」えそうなんですかまあ結局育てるんですよね将来のワールドチャンピオンを育てていこうっていう投資ですよねそういう人が早く現れるといいですね。 はいそうですね。どうですかロサンゼルスそういう応援してくださる方いいらっしゃいますか、はい、そうですねあの、はい、応援してくださる方はあの本当あの短い期間です,ですけどまだこっちに来て短いんですけどあのたくさんいて、はい、試合あったら教えてって観戦には応援に駆けつけるからっていうのは言っ、はい、てくれてる方はたくさんいます。 そうですか。はい、まあ、それとリオさんもこれから、この、まあ、去年いらっしゃるばかりですから。はい、いろんな日本人の組織とか、オーガナイゼーションとか、なんか、活動もありますし。はいはい、やっぱりどんどん自分の顔を売り出すことでしょうね。あ<ー>、本当ですか。はい。あの、いろいろと、顔、あえださせていただきたいなと。はい。やっあの、きもも。えっ、ー、と、こっちに来て、あの、日系の方、やっぱり、こう,う。日本に。 いてるとあの本当に小さいところでしかあの自分は、えー、小さいとこしか見ないんですけどこっちに来ると本当に日系の方とか昔にこちらに来てしあの、ね、あの石谷さんのようにですねあの昔に来てでそこで異国の地で体制といいますか、はい、してる方とか。 あのまた日系の方とお話しさせていただいて何か自分がこう力になれることが日系の方日本人のために何かできることがあればと今そう思ってまして。うん あのボクシングを通じてなんですけどもう、はい、あのよその国の人たちのコミュニティに比べてさ日本人コミュニティもうだん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 小さくなっちゃって元気もないし<の>ね、はい、リオさんみたいな日本の若者で、はい、ここアメリカへ来てなんかこう引っ張っていくようなね、はい、ことをもぜひぜひ望んでもないあのなんていうかな望みき、はい 日本語忘れちゃった <laughs> <laughs> あの、はい、すごく望むところなんです。あぜひ自分が、はい、あの何か本当に自分一人というのはすごく小さな力と思うんですけども、はい、あの引っ張っていけ、まあ、小さい力ではありますけど引っ張っ張ていけるんですね、はい、やっぱり若い人の力を借りないとですね、はい、あの私みたいな年寄りはいや本当に。えー、あの 必要です。若者の力。そういう意味では思い切ってアメリカに来られて私まずまず大正解だと思いますやっぱの世界広くなりますよね広く見えますよね。全然考えが本当に小さいところで生きてたんだなっていうのを初めてですかアメリカ。アメリカには5年ぐらい前からずっといたり来たりで練習で。 長く住むのは今回の初めてです。で、はい、アジアはしょっちゅう行っておられるんですよね。うんはい、アジアは近いから。近そうですね。うん、試合があれば。はい。で、えっ、ー、と、アメリカでは、その。前までは、日本で試合、アジアで試合。っていうのに。それに向けて。一ヶ月、二ヶ月。こっちで練習して。あの試合しに。行くぐらいの、まあ、滞在期間になったんですけど。今回はもうアジア取ったんで。 はい、こっちにずっといて拠点を置いて、はい、こっちで生活して、はい。でも本当にワールドチャンピオン取りたいですよね。絶対取りたいですね。はい、取りたい。可能性大ですか。取ります。お、かっこいいこうでなくちゃ。ぜひぜひ。そうするとあの日本人コミュニティもみんな応援してくださると思いますよ。はい。だからこのリオさん例えば次の試合とかマニアファイトでしたっけ。 えとタイトルはあの少し先になると思うんですけども次は狙っているタイトルというのはです、ねまあ、全米タイトルか<ー>あの北米タイトルを次狙ってまして<ー>それはもう本当にアジア人日本人だけじゃなくてアジア人も取ったことないタイトルなんでそれはいつ頃ですかそれ、はいそれは って考えてます。そんなに甘い,はないです。二三、ね、年ってね、はい、必ず応援に行きますから、はい、みんなで。ありがとうございます。まあ、はい、あの、それまで体に気をつけて頑張ってくださいね。はいはい、それと、あの、あの、リオさん、もしお時間がありました。ら、もう一週間、リオさんのね。あ,あの、人生観みたいなもの。はい、それと、まあ、やっぱり日本にいない、いってですね。周りの人、から、あ、んた外人やって、こう言われたりとか、そういう。 気持ちとか、そういうこう生き抜いてこられた、そのリオさんのそのファイティングスピリッチュアみたいなものを。話していただけますか?あぜひ。本、は、当、い?と。はい、じゃあ、来週、その個人的な話させてくださいね。はいはい、今週どうもありがとうございました。